源氏物語、源氏物語の登場人物、大武官大武官とは、源氏物語に登場する架空の人物。大武官とはこの人物の感触に基づく故障である。大武官とは、太宰府の方眼であり、第二、小二に次ぐ三等間の代言で通常は小六くらい、下であるが、特に15位下に上されたので、大武官と呼ばれる。肥後国の豪族であり、 日後国では、名声もある、勢い盛んな武士の一族である。恐ろしい武骨者ではあるが、公職な心も持っていて、多くの美女を集めて、妻にしようと思っている人物である。年齢は30歳ほどとされている。この大武官は、しばしば、住吉物語の登場人物である、数えや玉との関連が指摘されている。この大武官は玉かへの求婚者の一人として、 登場する。夕顔が光る源氏との密会の途中で、休止してしまったため、夕顔の乳母が残された夕顔の娘である玉カズラを養うことになった。その後乳母の夫が太宰小児になったため、玉カズラも太宰小に一家と共に、九州に下校することになる。太宰小には任期を終えた後も家へ帰ることができず、しかも間もなく病気になって死んでしまう。 太宰商人が死んだ時、何としても姫を京の都に連れ帰るようにと言い残して、死んだものの、残された者たちだけではどうすることもできずにずるずると、九州に居続けることになる。そのうちに、太宰商人の一家の中に、尊い血筋の美しい姫がいるという噂が立ち、求婚者が殺到することになる。そのような中で、夕顔の乳母は、玉カを自分の孫ということにし、 体にひどいフグがあるという嘘の噂を流すことで、ほとんどの求婚者を交わすことができたが、この大部漢だけは、体にひどいフグがあっても自分は、その点を我慢することにして、妻にしたいと言って諦めなかった。その上大部漢は、次男と三男も味方につけてしまったために、どうしようもなくなり、夕顔の乳母、長男の文母助、玉かずらの三人で、 文五助が仕立てた早船で刑へ逃げ帰ることになる。大武官は直接には第22条玉かずらでのみ登場し、本文中では大武官または官と表記されている。その後この人物は第25条蛍巻において回想の場面で思い出される。ありがとうございます。